もう脱げない。吉僕の服が引っかかって脱げなくなってもうどのくらい経ったのかしらお母さんが「お風呂に入ろう」なんて言うからいけないんだ「僕は自分で脱ぐ」って言ったのにお母さんが急いで脱がそうとするから引っかかっちゃったんだ <laughs> 足が速く動いてるね。 一人で脱ぐから大丈夫っていろいろやってみたけれどやっぱりちっとも脱げないみたいこのままずっと脱げなかったらどうしよう僕はこのまま大人になるのかなでも前はうっすら見えるしなんとかなりそうな気もするね <laughs> 服が脱げたくたって偉くなった人はたくさんいるさだって 服が引っかかってるだけで他の人と何にも変わらないんだからそうだよ服が脱げないんだったら脱がなきゃいいんだ簡単なことじゃないかでものどが渇いたらどうしよう工夫すればきっと大丈夫だよね、チューってストロー入れてる。 でも猫のミータがお腹をこちょこちょしてきたらどうしようこれは困ったぞここでこちょ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 ってやってるそんな時は餌をあげてなでなでして一緒に仲良くすればいいんじゃないかなそれに僕みたいな子は他にもいるかもしれないよいると思うかな頭に脱げなくなっちゃった子 <laughs> きっとすぐ見つけられるよね絶対仲良くなれると思うね、この赤い子とこの黄色い子一緒にね、いろいろ遊んでるねうん、大丈夫僕はずっとこのままでいよう,うん。でもお腹がちょっと寒くなってきた やっぱりお母さんに脱がせてもらってお風呂に入ろうかないやでも悔しいから自分で脱ぐああもしかしたら先にズボンを脱げば脱いじゃえばいいんじゃないやんなきゃよかったもうおしまいだガラドアが開いたお母さんドア開けた お母さんすぐに脱いじゃった。もしゃ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 ゴシ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 しゃわし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 。はいこれパジャマね。結局いつもお母さんの言いなりだ。僕だってその気になれば自分のことぐらい全部自分で自分で。<laughs> はャマが引っかかって着れなくなってもうどのくらい経ったのかしら <laughs> 最初は脱げなくて今度は着れなくなっちゃったっておしまい吉竹し,しんつけちゃんのやつもっと読みたかったら言ってねコメントをちょうだい